私は民進党無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました政府提出国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について反対の立場から討論を行います。特区を一部特定の人たちのものにしてはいけないのであります。しかし今や特区はお友達利権の巣窟となってしまいました。その典型が国家戦略特区で愛媛県今治市に獣医学部を新設しようとする学校法人加計学院をめぐる問題であります。理事長の加計幸太郎氏は安倍総理本人が爆心の友と称する大親友です。言葉の意味はよく分かりませんが、おそらく爆虐の友と腹心の友が混ざったとにかくすごい友情であります。今月内閣府が文部科学省に総理の意向だ、官邸の最高レベルが言っていると早期改革をご了承した経緯を記した大部文書が明らかになりました。さらに当時の文科省事務方トップ前川喜平前事務次官が実名で文書は本物だ、行政が歪められたと証言しました。前代未聞です。前川前次官本人は記者会見で証人喚問されたら参りますと明言しました。文書は本物なのか、行政が歪められたのか、前川前次官を国会に証人喚問し偽証罪の縛りをかけて真実の証言を引き出し、この権力私物化の疑惑が事実かどうか解明することは我が立法府の責務であります。私は本衆議院に文部科学省前事務次官前川喜平氏を証人喚問するよう要求します。総理、証人喚問認めてください。前川前次官に本当のことを言われるのが怖いんですか、文科省の嘘がバレるのが怖いんですか。いつまでも逃げ回っていないで潔く証人喚問を受け入れたらいかがでしょうか。安倍総理は国家戦略特区で岩盤規制に突破口を開くと大見得を切りました。しかし実際は岩盤に穴を掘って金銀財宝すなわち既得権益を採掘しているに過ぎません。特区はお友達利権の採掘口であります。一攫千金を夢見る野心家たちが群がってさながら平成のゴールドラッシュとなっております。安倍総理が5月8日の予算委員会である新聞の名を挙げて熟読してくださいと訴えられました。アドバイス通り熟読していたら突然前川氏のプライベートなスキャンダルの記事がデカデカと掲載されたを15年間やりましたが、一般新聞でこのような記事を見たのは初めてであります。前川前次官は昨年の秋この件で官邸の幹部から注意されていたそうですが、退職後の今になってそれも実名でインタビューに応じる前日のタイミングで報道されたのは一体なぜなんでしょうか。記者会見で権力の脅しだと思うかと聞かれた前川前事務次官は、本人はそんな国だとは思いたくないと答えております。私もそんな国だとは思いたくありません。希望的観測であります。加計学園と森友学園、加計そば森そばと揶揄される2つの問題に象徴される今の日本、これが安倍総理の目指す美しい国でしょうか。総理夫人のお友達なら国有地を8億も値引きしてもらえる、総理のお友達なら作れないはずの学校ができ37億円の土地と96億円の補助金がもらえてライバルまで排除してもらえる、あるべき文書が保存されず公開すべきデータはパソコンから消滅し文書の実物が出てくれば確認できないと繰り返される、お友達利権のため、これが美しい国なんでしょうか。我々は規制緩和を否定しません。しかしお友達利権と化した国家戦略ストック制度は抜本的な見直しが必要であり、本法案には到底賛成できません。最後にこの問題を解決するため前川喜平前文部科学事務次官の証人喚問を改めて求め、反対討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。一般新聞でこのような記事を見たのは初めてであります。前川前次官は昨年の秋この件で官邸の幹部から注意されていたそうですが、
退職後の今になって、それも実名でインタビューに応じる前日のタイミングで報道されたのは一体なぜなんでしょうか。記者会見で権力の脅しだと思うかと聞かれた前川前事務次官は、本人はそんな国だとは思いたくないと答えております。私もそんな国だとは思いたくありません。希望的観測であります。加計学園と森友学園、かけそば森そばと揶揄される2つの問題に象徴される今の日本、これが安倍総理の。私は民進党無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました政府提出国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について反対の立場から討論を行います。特区を一部特定の人たちのものにしてはいけないのであります。しかし今や特区はお友達利権の巣窟となってしまいました。その典型が国家戦略特区で愛媛県今治市に獣医学部を新設しようとする学校法人加計学院をめぐる問題であります。理事長の加計幸太郎氏は安倍総理本人が幕臣の友と称する大親友です。言葉の意味はよくわかりませんが、前川前次官を国会に証人喚問し、偽証罪の縛りをかけて真実の証言を引き出し、この権力私物化の疑惑が事実かどうか解明することは我が立法府の責務であります。私は本衆議院に文部科学省前事務次官前川喜平氏を証人喚問するよう要求します。総理、証人喚問認めてください。前川前次官に本当のことを言われるのが怖いんですか。文科省の嘘がバレるのが怖いんですか。いつまでも逃げ回っていないで潔く証人喚問を受け入れたらいかがでしょうか。おそらく爆虐の友と腹心の友が混ざったとにかくすごい友情であります。今月内閣府が文部科学省に総理の意向だ、官邸の最高レベルが言っていると早期改革をご了承した経緯を記した内部文書が明らかになりました。さらに当時の文科省事務方トップ前川喜平前事務次官が実名で文書は本物だ、行政が歪められたと証言しました。前代未聞です。前川前次官本人は記者会見で証人喚問されたら参りますと明言しました。文書は本物なのか、行政が歪められたのか。安倍総理は国家戦略特区で岩盤規制に突破口を開くと大見えを切りました。しかし実際は岩盤に穴を掘って金銀財宝すなわち既得権益を採掘しているに過ぎません。特区はお友達利権の採掘口であります。一攫千金を夢見る野心家たちが群がってさながら平成のゴールドラッシュとなっております。安倍総理が5月8日の予算委員会である新聞の名を挙げて熟読してくださいと訴えられました。アドバイス通り熟読していたら突然前川氏のプライベートなスキャンダルの記事がデカデカと掲載されちゃおう。15年間やりました。